皆さん、こんにちは。車のデザインにはその時代によってトレンドがあり、近年ではキリッとしたヘッドライトにクーペのようなフォルムが流行りです。一方でかつては流麗とは真逆の無骨なモデルが流行だった時代もあります。そこで今回は無骨すぎるデザインだった昭和の車をご紹介します。1. 三菱デボネア。1964年にデビューした三菱の高級セダン初代デボネアは、1960年代のアメリカ車をオマージュしたようなエッジの効いた前後フェンダーに重厚感のあるフロントフェースが特徴です。発売当初は2リッター直列6気筒 OHV エンジンを搭載し、室内では高い静粛性を実現。また直6エンジンならではの滑らかな加速は三菱を代表する高級セダンにふさわしいものでした。しかしライバルのクラウンやセドリックグロリアなどに比べ高額な車両価格だったことから、販売は苦戦を強いられます。その後、排出ガス規制への対応のために新世代の 2.6 リッター直列4気筒エンジンに換装するなど改良されましたが、それ以外は大幅な変更は行われず、1964年当時の基本設計のまま、デボネアは1986年まで生産が続けられました。そのためクラシカルなデザインのデボネアは走るシーラカンスと呼ばれ、前時代的な車の代表的な存在となります。しかし生産を終了した後にクラシカルなデザインが再評価され、中古車の人気が上昇するという現象が起きました。2. 日産三代目ローレル。1968年に発売された日産初代ローレルは、サイズ的にスカイラインのポジションながら、スポーティー路線ではなく落ち着いたイメージのセダン、クーペというハイオーナーカーとしてデビューしました。1972年に発売された2代目は、シャシやパワートレインを4代目スカイラインと共有する兄弟車となり、デザインも共通項がありましたが、スカイラインには設定されなかった 2.6 リッターエンジンを搭載するなど、独自路線を歩みます。そして、1977年に登場した3代目では、高級車をイメージさせる重厚な外観へ一新。ボディタイプは4ドアセダン、2ドアハードトップに加え、シリーズ初のピラーレス4ドアハードトップを設定しました。エンジンは 2.8 リッター直列6気筒を頂点とし、2リッター6気筒 1.8 リッター4気筒を搭載。セドリックグロリアに匹敵するような高級感を演出したことで、日産のハイオーナーカーとして確固たる地位を確立しました。その後もローレルは代を重ねましたが、次第に存在感は薄れていってしまい、2003年に販売を終了し、長い歴史に幕を閉じました。 3. トヨタ6代目クラウン。1955年に発売されたトヨペットクラウンは、誕生の時からトヨタの高級車としてのポジションを担っており、現在まで65年もの長い歴史を刻んできました。そして1971年に発売された4代目では、斬新すぎるデザインがあだとなって販売が低迷したことから、5代目では重厚でいかにも高級車らしいデザインに一新。さらに
1979年に登場した6代目では、より直線基調で風格のある外観へと変貌を遂げました。ボディバリエーションは4ドアセダン、2ドア、4ドア、ハードトップ、ステーションワゴン、バンの5種類が設定され、基本的なコンポーネンツは先代から継承。エンジンはシリーズ最大となる 2.8 リッター直列6気筒に2リッターが2種類、2.2 リッターディーゼルを設定し、1980年のマイナーチェンジではトヨタ初の2リッターターボエンジンを搭載しました。コンセプトは1980年代のクラウンという先進性を強調し、高級車に不可欠な静粛性や乗り心地の良さ、走行安定性などの基本的な性能を向上しつつ、到着推定時刻や平均速度などを演算記憶するクルーズコンピューターやリアパワーシート、録音可能なオーディオなどの新機構や新装備を採用。その後7代目ではスマートな印象となり、8代目以降はトレンドを反映して曲面を多用するデザインとすることで、無骨なイメージは薄れました。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。